こんにちは、ハイジです。というわけで今日はですね、新商品買ったつもりだったんですけれども、もしかしたらこれね、思い返したら去年もあったかなっていうイメージもあるので、まあメインチャンネルに上げるとしても多分お昼の動画として上がると思うんですけれども、こちら買ってまいりましたね、こちら。中華そば富田監修濃厚豚骨魚介冷やしつけ麺というセブンイレブンの商品なんですけれども、この方の写真とか多分一緒だもんね。一瞬めぐみんさんかと思ったけど、それにしても富田さんのつけ麺は一番だっていう方も多いでしょうし、ワクワクしながら食べていきたいと思います。パッカ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 、ほぐし水入ってますね。ポコッと取りますと、つけだれここに、わあ、あー美味しそう。なんかごまだれみたいな具材をもうこっちに移しちゃいましょうかね、今日はね。ところどころにこのように柚子が入ってたりもしますね。麺用ほぐし水をスッと、はい、かけまして、割と結構すぐこうやってほぐれてきます。あ、早い早い。結構麺だけでもどっさり重たいですね。いただきます。ではまずは麺1本だけちょっと食べてみましょうかね。美味しいのかな。うん、もっちもちですね。歯ごたえのあるもちもち麺という感じで、ではつけさせていただきましょうかね。おいしょ。結構やっぱスッと絡んできますね。ほら、絡んできますね。おいしい。ザ冷やしつけ麺っていう、もうバランスのいいスープの味に富田さんのこだわりなんでしょうね。柚子の風味も足されまして、誰が食べても満足できるあの味なんです。本当にいいやつ。うん、あー美味しい。豚骨だったり魚介だったり、いろんな旨味が冷たくキュッと締められてる感じで、麺と一緒にその旨味が口の中に入ってきた時は涼しい顔してるんですよ。ただ口の中の温度でちょっとずつ温まっていくじゃん。それによってちょっとずつ風味がまた拡大されていって、本来の顔を見せてくれるっていう感じなんですかね。最初緊張してた転入生の顔が徐々にほぐれていって、最後いい笑顔を見せてくれるみたいな、そういうほっこりする感じもいいですね。チャーシューさんで麺をもうぐわっと包み込みまして、これですよねと。うん、ほぐれて口の中に広がっていきやすいチャーシューですね。うん、スープはさ、この器の中にさ、そんなに多いわけでもないんですよ、量的には。このくらいのもんで、本当にドロドロのつけ麺とかだと、こうやって麺を入れて出した時にめちゃくちゃ麺に絡みついてきて、スープの量がどん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 減っていくっていう状況が起こるんですけども、これは多分程よいくらいの絡み方なんでしょうね。でも味は相当濃く感じられるっていうタイプのスープでございます。結構味のパンチ力はある気がしますね。うん、はい、このつけ麺、このセブンさんのこのつけ麺は最後まで同じしょっぱさ、濃さで麺を味わえるっていうのは魅力ですね。ではもう最後の一口になっちゃいますね。飽きずにまだもうちょっと食べたいなっていう気分にはなれますね。うん、はい、ごちそうさまでした。というわけで今日は中華そば富田さんの冷やしつけ麺を食べてみました。富田っていうブランドを感じるにはいいメニューなんじゃないかなっていうところなんですかね。でやっぱりね、この写真を載っけてるだけあって美味しいですから。結局それにしても、なんでこういうラーメン屋さんとかつけ麺屋さんのさ、こういう時の写真撮影ってみんなさ腕組みしてるんだろうね。麺とスープがこうよく絡むっていうことの表現なんですかね。深読みすぎるよね。